ボクシングの世界バンタム級3団体統一王者、井上尚弥、大橋、ガベーロサンゼルスの合宿を終了し、帰国したことを自身のインスタグラムで報告した。現地では、マニー・パッキャオのトレーナーも務めた名伯楽フレディ・ローチ氏との対面が実現した様子。掲載したツーショットには、フレディ・ローチとの2ショットは熱い、フレディ・ローチだ。すげえと国内外のファンを驚かせている。画像、すげえと日本人衝撃井上尚弥柄で撮影したボクシング世界的大物との2ショット写真。豪華な対面が米国で実現していた。ジムでのトレーニング終了後と見られる井上は汗をかき、ミニ拳を握ってポーズ。シックスパックがくっきりと刻まれ、腕の筋肉も盛り上がっている。隣で笑顔を見せているのはローチ氏だ。マイク・タイソン、マニー・パッキャオ、オスカー・デラ・ホーヤラを指導した伝説のトレーナーは、左手で井上を指さし、2ショット写真に収まっている。実際の画像を、井上は自身のインスタグラムで公開。文面では、ロサンゼルスにて最高のトレーニングを積んで帰国しました。今回のロス合宿実現にご尽力いただいた関係者の皆様ありがとうございました。素晴らしく充実した日々でした、と伝えた。WBO 同級王者のポール・バトラー、イギリスとの対戦について期待が高まっている状況。4団体統一に向けてこれから日本でのトレーニングに励みます。まだ正式発表はできてませんが楽しみにしていてくださいな、と報告した。文面では触れていないものの、ローチ氏との2ショットには海外ファンも興奮を抑えきれない様子。本物が本物を認める、マジで。ローチか、クレイジーだ、パッキャオが後ろに写っているのも良い写真だ、レジェンドと未来のレジェンドだ、との声が寄せられてほか、日本人からも歓喜の声が上がっている。フレディ・ローチとの2ショットは熱い。まさかフレディ・ローチの指導を受けているとは。充実したトレーニングを詰めたのがお顔に現れてます。ローチのミット見てみたいです。フレディ・ローチだ、すげー井上は6月7日に行われたノニトドネア、フィリピンとの WBA スーパー &WBC&IBF 世界バンタム級王座統一戦で勝利後、最も権威ある米専門誌、ザリングのパウンド・フォー・パウンド、PFP で1位に輝いた。世界的な注目も集まる中、4団体統一戦へ向け着々と準備を進めているようだ。